ハンガリー王、ポーランド王。父は、カーロイ一世。大ラヨシュとも呼ばれる。大貴族の台頭によって弱体化していた。ハンガリー王国は、父カーロイ一世の知性のもとで大貴族の抑制と、王権の強化に成功し、大国へと成長していた。1342年、父の後を継いで即位した、ラヨシュ一世は、勢力拡大のために、 積極的な対外政策を行った。まず、ベネツィア共和国と交戦して、クロアチアとダルマチアを支配下に収めた。ついで1370年、ポーランドをカジミエッシュ3世が死死なくして死去すると、母、エルジェーベトがその姉に当たるという縁故から、ポーランド王位も継承することとなる。ラヨシュ1世はさらに、ナポリ王国の王位も狙い、 同族の女王ジョバンナ一世と敵対した。弟で女王の最初の夫であったアンドラーシュが暗殺された後、1347年には軍勢を動かして王とナポリを占領したが、王位を得ることはできずに終わった。しかし、晩年の1382年には同じく同族のカルロ三世にジョバンナ一世を殺害させ、王位につけた。ポーランドの画家。 ヤンマテイコによる、ポーランド王ルドビク一世としての肖像画。王冠、包囲、王鈴は、ポーランドのもの。男児がなかったため、死後ハンガリー王位は年長の娘、マーリア、ポーランド王位は末娘やドビガ、そして、彼女らの夫たちが継承することとなった。ただし、ハンガリー王位は一時、マーリアとカルロ三世との間で争われている。 対外政策に成功を収めて、勢力を拡大し、ポーランド王も兼ねたことから、ラヨシュ一世は、大王と呼ばれている。しかし、バルカン半島への勢力拡大には失敗した。ベネツィアとダルマツィアをめぐる戦争を起こし、このためアドリア海経由の物流が滞り、トランシルバニアやワラキア経由の物流が発展し、ワラキアトランシルバニアの発展を促す結果を招いた。 また、大貴族層の反発にもあって、晩年には大貴族層に対して特権を与えるなどの情報もしている。これは、ハンガリー王権の衰退を表すものでもあった。ラヨシュの王国と創始家の国1342年に、神聖ローマ皇帝権ボヘミアをカわる四世の長女、マルガレーテと結婚したが、創生したために子供は生まれていない。 1353年に、ボスニア大シュスティエパン2世の娘エリザベタ、コトロマニッチと再婚した。3人の娘が生まれたが、成人に達したのは、女子2人である。ありがとうございます。